こんにちは、粟田洋介です。今日はアーティストは SNS をやるべきかというお話をしたいと思います。はじめに言いますと、 SNS なんてやりたくなければやらなくてもいいと思うし、私自身フォロワーも少ないし、 SNS にそんなに詳しいわけではありません。でも SNS のおかげで助かっていることばっかりで、もしも SNS がなかったら今の10分の1のこともできていないと思います。そんなわけで、すごい高いレベルのことはお話しできないんですけど、今作品作りをしていて、そのための SNS をやろうか迷っている方がいらしたら、ぜひ参考にしてみてください。私が SNS をやっている理由は、アーティストとしての自分自身の宣伝のためなんですけど、もしも自分はそんな宣伝なんかする必要はないという方もいらっしゃると思います。なんですけど、例えば絵を描いていたとします。それで知り合いとか周りにそんなアートとかに興味のある人がいないし、そんな話をする人もいないとか、自分の作品を見せる機会もない、見せてもそんな喜ばれないみたいな、それで平気な人はいいんですけど、そうじゃない場合は SNS に作品の写真とか上げてると見てくださる方もいるし、そういったことが自分がアーティストとしての生きがいになったりする場合もあります。なんか私もそういう時があります。なんか違うことでどんなに褒められて、どんなに愛されて、どんなに認められてたとしても、そのアーティストとしての何かを共感したりとか、そういうことがないと、なんか人生空っぽに思えてきたりします。そういうふうに思う人がいらっしゃったら、 SNS にたまに作品投稿するだけで結構変わってくる場合もあると思います。まずはどんな SNS をやったらいいかということですね。まあどれでもいいと思うんですけど、私がメインでやっているのはインスタグラム、ツイッター、フェイスブック、アメブロ、それからこの YouTube です。このインスタグラム、ツイッター、フェイスブックっていうのは、大手の企業とかお店だとかでもやっている SNS だと思います。よくここには書いてないんですけど、こういうところのパッケージによってフェイスブックとかインスタグラムとかツイッターとかのアイコンがついてる時ありますよね。あとよく広告なんかにもツイッター、フェイスブック、インスタグラムのアイコンがよくついてるのを見かけますね。それは世界で一番多くの人たちがやっている SNS だからだと思います。だからあらゆるタイプの人たちが見てくれる可能性が高くなるというわけですね。なので私もこの3つの Twitter、Facebook、Instagram というのをメインでやっています。私はもともと SNS とかすごい面倒くさいと思うタイプで、もしもアートが目的じゃなかったら多分やってないと思います。私が SNS 始めたのが2007年とか8年ぐらいでしたかね。なんかマイスペースっていうのがあって、ただやってたけど面白くなかったですね。で数年後 Facebook 始めたんですけど、最初の4年間はほとんどあんまり投稿とかしないし、人の投稿もあんまり見てなかったですね。でも2012年頃から Facebook に結構投稿を始めたんですけど、きっかけがそれまでは毎回イベントとかに来ていただいて、私の作品に興味持っていただいた方に名刺とかお渡ししてたんですけど、せっかくその時私の作品に興味を持ってくださった方でも、ちょっと経つと私の作品のことなんて多分忘れちゃうんですよね。まあ、忘れない方もいるかもしれないですけど、ほとんどの人は多分忘れちゃうと思います。名刺だって多分なくしちゃうと思います。わかんないですけど、でも結果リピーターになってくださる方は少なかったですね。その後芳名帳に住所とか書いてもらって招待状を送るとかもやったんですけど、まあまあやらないよりはマシだったけど、いろいろ考えて、なんでまあ2012年頃ですかね、 Facebook に頻繁に投稿しようと決めて、まあそのイベント会場の写真とか作品の写真とか週に 1,2 回載せるようにしてました。その頃は今みたいにスマホで写真撮ってそのまま SNS に載せるみたいなことはできなくて、一回写真撮ったのをデジカメとかで撮ったかもしれないな。それをパソコンに線でつないで、それで写真を保存して、それからインターネットで Facebook 開いてここに投稿してたみたいな、めんどくさかったんです。結構でも結構ね、それやったら効果が少しずつ出てきて、でその頃ってちょうど日本でも Facebook 始める方が増えてきて、なんか昔の友達とかが友達申請とかしてきて、でなんか毎日 Facebook 見るの結構楽しみになってきて、なんか学校行くような感じで、あみんなの投稿見たりとかで、自分でも投稿とか楽しくなって、プライベートなこととかも載せたりしてたんですけど、まあ、すぐに飽きちゃったんですけど、なんかその頃楽しくなってきて、こんな感じで作品とかの写真も載せたりとか、結構頻繁に週に1回か2回は投稿することが結構続いていました。
それでイベントとか始まると、そこで作品に興味持ってくださった方とか、あとはそこで知り合った作家さんとか、そういう人たちに、まあ、名刺交換するように、なんか Facebook やってますか、あ、友達になりませんかって感じで、多分皆さん友達の数が増えるのも嬉しいでしょうから、で結構つながりが増えて、そうするとイベントとかの告知もすると、なんか探してきてくださったりとかっていうことも少しずつ増えてきたりしました。 SNS を頻繁に使う前は、イベントが終わってからもその作品に興味持ってくださった方が手軽に見て楽しみ続けるような何かが必要だなってずっと思ってたんですね。で SNS 本当ぴったしなツールでした。なんかでも5年ぐらい前からかな、 Facebook 離れなんていうのが始まって、今 Facebook やる人すごい減ってきてるって言われてますよね。なんですけど Facebook しかやってない人もまだ結構いらっしゃるんですよね。で例えばアカウントで Instagram とかを持ってるけど Facebook しか見ないって感じの人も多いんじゃないかなと思います。なので私は Facebook 今でも続けています。それに昔の友達とか、特に海外の友達知り合いとかとつながり続けるのに Facebook って結構未だに私には必需品となっています。で最初 Facebook やってて、それから Twitter って始めて、で、まあ、Instagram も始めて、その頃って全く同じ内容のものを載せても意味ないんじゃないかなって、みんな Facebook で見ちゃえば Twitter を見る意味がないとか Instagram を見る意味がないとかって思ったんで、違う投稿をしてたことがあるんですけど、 Facebook しか見ない人から Twitter 派の人もいれば Instagram 派の人もいて、どれか一つしか見ないという人も結構いらっしゃると思うんですね。全部見てる人もいらっしゃると思うんですけど、でもまあ片方だけ見てるっていうんであれば、全部同じ投稿をすれば誰かがその投稿を見るじゃないですか。でも全部違う投稿をすると見逃す投稿も増えちゃうし、結構違う投稿をするっていうのは大変ですよね。で違う投稿をするっていうのは時間と労力もかかるんで、私は全部同じような投稿をしています。で Instagram には連動っていう機能があって、ちょっとした簡単な設定すると、 Instagram に投稿さえすれば Facebook にも Twitter も自動的に上がるっていうことができます。でも Instagram から Twitter だと写真が Twitter に上がらないんですね。文章だけで。そうならない機能があるのかな、私はよくわからないんで、 Twitter にも Twitter で写真と、あと文章も Twitter 短くなっちゃうんで、文章と同じ内容で短くして載せるようにしています。先ほど私アメブロやってるって言ったんですけど、ブログをやった方がいいかって言ったらどうなんでしょうね。最近私のブログ読んでる人すごい少なくなって、ブログの機能でそのブログを見た回数っていうのがね出てくるんですけど、最近異常に少ないんですよね。でも一応まだブログは書き続けています。 Facebook とか Twitter と違ってブログのいいところは、何年も前のブログを遡って見ることが割と簡単にできます。なのでちょっと興味持ってくださった方が過去のブログを読んでくださることがたまにあります。あとはなんか記事を書いていただくときなんかも、ブログを開いたっていう回数がバーンって増えてるときがあって、多分その記者の人が遡ってブログを読んでそのリサーチしたんじゃないかなと思います。それから私が一番使いやすいと思っているのがインスタグラムです。私は読み書きが苦手なので、インスタグラムは写真メインなので、見るのほとんどインスタグラムかフェイスブックって感じです。でインスタグラム使っててすごくいいと思うのは、ポートフォリオの代わりになるんです。なんか作品を見ていただくときに、スマホ出してインスタグラム開いて触ってやると、結構過去に遡って見れたりもするんで、いろんな作品を見ていただくことができます。でスマホに写真を保存しておくこともできるんですけど、あんまり枚数が多いとストレージがいっぱいになっちゃったりするし、私管理苦手なので、なんか関係ない写真とかが出てきて作品のところにたどり着くまでに結構大変だったりするんで、私インスタグラムには私自身の作品を多く載せてるんで、簡単に作品を見ていただくことができるっていうわけです。フォロワー数は大いに越したことはないんですけど、私はあんまりその数字っていうのは気にしないようにしています。最初にインスタグラム始めた時に思ったんですけど、フォロワー数ってなんかゲームみたいな感じでやってる人も少なくないような感じします。フォローしてくる人たちって異様にフォロワー数が多くて、フォローしてる人の数が少ないですね。多分ですけど、たくさんの人にまずフォローして、その中の何人かがフォロー返すじゃないですか。で、自分のフォロワー増えると、フォロー外しちゃうんですよね。そんでまた違う人たちにフォローして、でまたフォローが返ってきて、またフォローを外す。そうするとフォロワーが増えて、自分がフォローした人は増えないっていうことになるんじゃないかと思います。
そうじゃなくて本当のファンの方にフォローされて、それでフォロワー数が多い人たちもいらっしゃいます。で、まあフォローを返すのもキリがないから、フォロワー数が多いって人もいるんで、フォロワー数が多い人はそういうゲームみたいなことをやってるわけではないんですけど、フォロワー数なんて数字ですから、あんまり考えるとストレスになるし、フォロワー数が少なくても本当に興味を持ってフォローしてくださる方が少しでもいる方が投稿する意味があるじゃないですか。なのでフォロワー数っていうのは考えないことにしています。私のインスタグラムもフォロワーが増えたと思ったら減って、増えたと思ったら減ってって感じを繰り返しています。その大半はフォローして、でフォローをやめてみたいな人がいるからだと思います。だからフォロワー数なんてどうでもいいんです。まあ大いに越したことはないですけどね。今私がやっている SNS はインスタグラム、フェイスブック、ツイッター、それからタンブラーっていうのもやっています。タンブラーはインスタグラムと連動しています。あとアメブロっていうね、ブログも書いています。あと最近ノートっていうのを始めたんですけど、まだよく分かってない感じです。どの SNS がいいかは人によって違うと思うので、どれがいいかっていうのはとりあえずやってみて、その後自分で決めたらいいんじゃないかなって私は思います。でさっきも言ったんですけど、より多くの SNS をやれば違う人が見てくださる可能性が高いということです。なんですけど、一人の人がそう SNS に使える時間って決まってると思うんで、まあ私の場合はできる範囲でやっています。でその費やす時間なんですけど、私が一番時間費やしてる SNS はこの YouTube です。少なくとも日本時間の毎週金曜日午後6時から投稿するようにしています。いつもご視聴ありがとうございます。ちなみに私の SNS は下の概要欄にリンクが貼ってあるので、興味のある方は覗いてみてください。もしくは同姓同名の人って少ないので、検索で陽介あわたってやると大概出てくると思います。陽介っていうスペルが YOSUKE です。 O と S の間に U は入らないのでご注意ください。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったらぜひぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。